生命システム研究センターの発生動態研究チームのチームリーダーをやっております、大波修一と申します。我々の研究室ではですね、生物の、解明のためにですね、データたくさんのデータを使ってそこからですね情報解析をして、理解するという、最近新しい、アプローチをしております。で今生物学の、分野ではですね実は大きな変革が起きておりまして、それは何が原因かというと、顕微鏡の技術がものすごく良くなりまして、その結果として今まで取れなかったようなですねすごく詳細な、画像とかがですね、たくさん取れるようになったんですね。でするとコンピューターの技術がやはり非常に発達したことによって、画像からですね画像処理あるいは画像認識のアルゴリズムを使ってさまざまな情報をですね自動的に抽出することができるようになってきたんですよ。そうするとそのデータとそれからゲノムの情報、それからゲノムから出てきているメッセンジャー RNA とかタンパク質とか その細胞内での動態の情報とかを全部情報として取り扱って、それで情報科学の技術を使って、生命を理解しようということがもしかしたらできるかもしれないような、時代になってきています。それで我々はそういう、情報解析の技術を、これ今まで全然なかったような技術なんですけれども、それを、作るためにですね日々研究を進めています。で、いくつか、そういうことができるようになってきているんですけれども、まだまだ多分、新しい情報解析の方法とかを作っていく必要があると思うんですね。ですのでこれから先の生命科学っていうのは、そういう新しく取れたそういう画像の情報、ゲノムの情報、そういう情報を、情報的に扱って、生き物を理解して、結果的にそれを生き物をコントロールして、究極的には例えば病気を治したりとかですね、あるいは、作物とかを作ったりとか、そういう環境を良くしたりとか、そういうようなことができるような方向に行くんじゃないかと思っています。そのために我々は日々努力をしています。